はい、こんにちは、ザオナルシメです。今回ですね、おすすめの業界誌紹介ということで、今回はズランと先日発売ですかね、まだ1ヶ月ぐらいかな、女性モード社さんから出ましたピッカーブーの、これは福井さんですねの、11のグラボブを作り分けるパネルコントロールを紹介していきたいと思います。はい、最近やっぱりショートとボブがやはりお客様の要望でも多くて、インスタとかでもよく上がってくるので、やはりオーダーが多くて、結構必要性を求められる技術かなと思うんですけど、また、新しい新章が出て、すごい今までの視点とはまた違った視点で、ショートボブグラボブを切る、テクニックがいろいろ書いてあるので、今回はこちらを、紹介していきたいと思います。方におすすめかと言いますと、まず最近ショートとかボブを勉強し始めて、結構基礎をしっかり学びたいっていうアシスタントの方とかジュニアスタイリストの方から結構ベテランの方までおすすめで、結構幅広い内容になっています。なんでそんな内容かっていうと、結構スライスと切る順番を特に着目を置いて、カットの内容が書かれていまして、基本的にどのスライスとかどのパネルをどう引き出すとかっていう基本的なことがすごい細かく最初に記載されていて、ショートとかボブの基本的なことを学びたい方とか、経験者の方で再確認したい方とかも結構説明最初の部分でしっかりと書いてあるので、基礎的なことも学びつつ、基礎的なことを説明しながら応用だったり、それを使った技術に入っていくので、結構経験の歴を問わず、おすすめな本になっています。はい、で特に特徴的なのが、僕この中でもすごい面白いなっていうので、新しい視点で書かれてるなっていうのがあって、プロセスを見直しましょうということなんですよ。プロセスを見直すっていうのはもう完全にこれ量産向けの話になっちゃうんですけど、例えばこの中で書いてあるのが、ワンレングスを後ろから切るか横から切るかでどう変わりますか、プロセスを変えることによって。基本的にワンレングスだったら後ろから切る方が多分ほとんどじゃないかなと思うんですけど、この本ではサイドから切った時にどう後ろから切ったものと変化するかっていう内容が書いてあるんですよ。でワンレングス横から切るのと後ろから切るかでも、やっぱちょっとしたガイドにする場所が変わってきたりするので、やっぱ変わるんですね。詳しくは本を読んでいただければいいんですけど、例えばそれがグラボブだったら、上の表面から切るのと下から切るのと、顔周りからグラデーションを入れていくのか後ろから入れていくのかによってだいぶスタイルが変わってくるんですよ。でそのちょっとしたプロセスを使い分けることによって、デザインのニュアンスだったりとか、マイナーチェンジをしていきましょうね、素材に合わせたカットをしていきましょうねってことが書いてあります。プロセスに着目して書いてある本っていうのは結構なかなか少ないかなと思うんですけど、ただ結構マンネリ化、経験者ベテランの方とかで結構切り方がマンネリ化しちゃって同じになりやすい方とかは、プロセスを変えるきっかけとしてそこから再度派生を考えるっていうので、面白い部分かなと思うのがまず1点目になります。そして2点目ですね、これは11スタイルグラボブが書いてあるんですけど、パネルコントロールっていうみたいに、スライスの角度、縦に引き出すのか斜めに引き出すのか、8の字に引き出すのか V 字に引き出すのか、引き出したものをねじるのかって、結構いろんなスライスの取り方の、技術が書いてあるんですけど、スライスによってどういうスタイルに向いているか、そのスライスで切るとどういう風なカットの形ができていくのかっていう風に、スタイルに合わせてスライスをコントロールしましょうっていうやり方が、理論とかが、中に書いてあるんですね。で、スライス別で切ったグラボブがいろいろ載ってるんですけど、意外に感覚だったりとか、そこまで深掘りして理解せずに、こういうスタイルだったらこういう切り方かなっていうので、やっている部分がしっかりと明確になりつつ、それで切ったスタイルの切り方も書いてありますし、そのスタイルで切った時はこういうスタイルになるよね、だからこういう人に向いてるよね、こういう髪質の人に向いてるよね、こういう骨格の人に向いてるよねとか、ここの部分は気をつけて切らないといけないよねっていう基礎的なことも学びながら、スライスに着目してスタイルを作っていくっていうのが大きな特徴になっています。はい、結構プロセス切り方だけで覚えると
構その何だろうな、その応用が効かなかったりとか、なんとなく理解しているとやはりできるものも曖昧になってしまいますし、そのスライス、このこういうスタイル切りたいから、じゃあこういうスタイルスライスで切っていこうっていう部分が結構面白い部分かなと思います。例えば今言ったみたいに縦スライス、斜め、8の字、逆 V 字ですね。 V 字っていうのはこう8の字と逆のスライスで取る4スタイルの切り方を送るだけでもやっぱり僕の特徴4スタイル切り分けれるようになりますし、なおかつ、まあ、最近多いのが、V 字スライス、8の字と逆のスライスで取っていく切り方っていうのがやっぱ多いと思うんですけど、最近になって新しく出てきたのと、どちらかというと何だろうな、昔からある切り方のスライスないと思うんですよね。どっちか、まあ、5ポイントとかではあったと思うんですけど、最近のスタイルで結構ここを締めるようなスタイル、ショートとかが増えてきたんで、逆 V 字スライスが結構今って切り方多いかなと思うんですけど、まあ、そういう切り方も、どういう風に切ったらいいのっていう風に、まあ、綺麗にベーシックが作られているので、そういう部分も、おすすめかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。まあ女性モード社さんから発売されます4180円税込みですね、はい、になっております。もう買いだと思いますね。ショートはやっぱり求められるんですよね、今やっぱトレンドになってますし、昔よりもやっぱりロングの方って少なくなってきてますし、大人の女性から若い方まで、ショートにしたいって方が多いと思うんです、まあ、インスタでもものすごい出てきますからね。もうやっぱショート前はもうショートの、ね、美容師さんがもうぶわっとフォロワー増やして大人気みたいなのがありましたけど、やっぱりショートって技術力が必要なんです。腕ですよね、腕なんです。やっぱちょっとずつトレンド変わってきてますから、その中で同じ切り方ばっかりだとやっぱりマンネリ化しちゃいますし、ちょっとトレンドに合わせれないと。ただ流行りの切り方だけ学んでも、自分でデザインを作り分けたりとかニュアンスを変えて調整するってことでやっぱできないんですよ。切り方だけ覚えるとやっぱり応用効かないですね。なんで基本的なそのスライスの理解だったりとかプロセスの理解をすることによって、自分でトレンドが変わったら切り方を変えられる、作り分けれる、細かいニュアンスをお客様に似合わせれるっていうのがやっぱ大事なんで、そういう基本的なことから応用のことまで、流行りを抑えれますし、いろんなショートの細かいニュアンスをマイナーチェンジできるような、本になっておりますので、結構ベテランさんの方からこれからショートを学びたいとかちょっと苦手な方までおすすめの本になっております。はい、ディスプレイとかでないんで本当基本的な何だろう、殺人系のスタイルになるので、まあベーシック寄りの内容かなとは思うんですけど、ただやっぱり基礎がないとやっぱり応用とかディスプレイとか入っちゃうとなんか変な覚え方してそれしか切れないとか中途半端なスタイルになっちゃったりするんで、逆にこう基礎をしっかりしたい方にはおすすめかなと思います。買いでと思います。はい、今回の動画は以上になります。またよかったですね、チャンネル登録と高評価ボタンですね、あとは SNS ね、よかったらフォローよろしくお願いいたします。はい、今回の動画は以上になります。どうもご視聴ありがとうございました。